でです。よろしくお願いします。今日はですね、映画の紹介します。北斎、2021年に公開された映画ですね。監督が橋本はじめ監督、主演が柳楽優弥と田中泯さんですね。この田中泯さんと柳楽優弥君が北斎を演じているという形です。若い頃の北斎を柳楽優弥君で、もうね、年取った、北斎を演じるのが田中泯さんですね。田中泯さんは ANO0 とか出てたと思うし、いろんな出てますよね。いろいろ見れば多分ね、一発で、あ、この方かっていうのは分かると思うんですけど、いい演技してますよね。で、まあね、内容、まあ題名がね、北斎っていうぐらいですから、内容もまあなんとなく分かると思うんですけど、北斎の一生を描いてるっていうことになるんでしょうね。どこまで本当だかは僕は分からないんですけど、でもですね、すごい面白かったですね。何がね面白いんだか僕もね分かんないんですけど、こういう映画好きなんですよね。特になんか劇的なシーン、なんか人を切ったりね、なんだろう、そういう、まあ、時代劇みたいなもんですから、なんだろうな、チャンバラがあるわけではないんですけど、人を切ったりね、切られたりっていうようなことがあるわけではないんですけど、この絵によってね、その自分を表現するというか、そのそこにその自分の人生を全てをかけるという、全てその絵を通して悩んだり苦しんだりとかってするわけですよ、最後の最後まで。なんかね、そういう映画なんですけど、すごい面白かったですね。実際その作品を見ても、僕はやっぱ北斎の絵とかって惹かれるものがあるし、魅力的だし、で、この頃はね、やっぱり写楽とかね、あと歌麿とかね、たくさんその絵師がいて、なんかその江戸のね、文化みたいなのも勉強できるんですよ。あ、こういう、こういうことで人々は楽しんだのかなとか、やっぱり文化って素晴らしいものだなっていうふうに思いました。この絵だけではなくね、他の江戸の文化っていうのもちょこちょこ出てくるんですけど、この映画内で。こういうことを、こういうものを見て人々は楽しんだわけだっていうのがね、わかるわけですよ。そこにね、焦点を当てた映画なんで、とても興味深く見ることができました。でね、なんかね、とにかくその執念っていうか、その絵に対しての執念っていうのがすごいわけですよ。そのこれによってお金を稼ぐとかね、そういうことじゃないんです。この人たちは、ここに出てくるね、有名な絵師たちの絵を描くっていう、そういった、なんだな、絵を描くという動機というかね、ものはそのお金とかじゃないんですよ。とにかく、やっぱりなんだろうな、現代でいうと承認欲求みたいなことなのかな。自分をね、自分認められてほしい、この絵によって自分を認められてほしいとか、そういうふうに見れるわけですよ。で、どうやったら自分を表現できるのかとか、もう売れればいいとかね、そういう感じじゃないんですよ。じゃなくて、
アイデンティティなんですよ。自分と絵っていうのはもう一つだみたいな、それぐらいの執念を感じるわけです。自分を表現するってことは絵を描くことだ、だし、それをね、その一生かけてやるわけですよ。もうそのやっぱ執念みたいなね、炎、内なる炎みたいなのが凄まじいんですよね。でやっぱね、柳楽優弥君ってそういう役似合うなって思うかね、もうね目がいっちゃってる時とかあったりとかして、僕はね田中泯さんの演技もすごい好きでしたけど、どっちかっていうとこの柳楽優弥君の若い頃のね、北斎を演じた、ちょっと精神的にも追い込まれすぎて行っちゃってるような演技をするわけですよ。そういった場面も出てくるわけですよ。それがすごいなと思いました。この演技にも引き込まれましたね、柳楽くんの。で、まあ脇を固める人たちもなかなか良くて、あと瑛太くんとかね、永山瑛太くんとか阿部寛さんとか、あと津田寛治さんとかね、あとまあ玉木宏さんとかも出てるわけですけど、あと滝本美織ちゃんというのかな、この子も重要なんですよね。でその脇がね、またそのしっかりすることによって、この北斎という人物がすごい浮かび上がってくるというか、なんかね、いちいち僕がこうやってこう説明するよりも見てもらった方が早いんですけど、僕はあまりこういう映画見たことなくて、すごい面白いなと思いました。引き込まれた作品です。映画館で見ればよかったなと思いました。当時ね、これやっぱね、そうだな、緊急事態宣言の頃に公開されてたような気がするんですよ。東京ではね、緊急事態宣言が出されてる頃に公開されてたような気がするんですけど、どうだったかな。まあでもね、あまりこう映画やっぱ一個飛ばしで席、上映している時期にね、やってたし、本数もね少なかったんですよ。やってる映画館も少なかったと思うし、だからなかなか行く機会なかった記憶があるんですね。行きたかったんですけど、だからやっぱね、これ映画館で見ればよかったなと思いました。僕のね、YouTube のコメントで北斎見に行ってきましたっていう人がいましたけどね、だから僕もそれにつられて行きたいなと思ってたんですけど、結局行けなくて、でも見たいなと思ったんで見てみたんですよ。そしたら、やっぱ面白くて良かったですね。そう、最近これレンタルで見れるようになったと思うんで、ちょっとまだ純新作とかなのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど、見てみるの楽しめると思います。特にね、僕のチャンネル見てくださってる、チャンネル登録ねしてくださってる人たちは楽しめるんじゃないかなと思いました。こういう映画好きなんじゃないかなと思ったんで、ちょっとご紹介してみました。以上になります。ありがとうございました。